さあ練習が終わってコークに入ります。山田家ダブル優勝、そうですよね、山田香織選手も決勝トーナメントに残ってましたからね。あ、軽々と投げてインナーに山田優希が先行を選ぶものと思われます。さあコンセントレーション高めてスローラインに立つ山田優希。痛恨のキープ。作詞美術選手、ここを大きく削っていきたいところですよね。チャンスですよ。とんどまりですね。とんどまりだと、これは山田優希選手が大きく削る展開になります。もうトーン削れず、来た、じゃあここもトーンですね。小康状態の お互いがトントンと感じてますけどね。 どっちでか先にハイスコア出してくるのか。わあ、 これはこれは厳しいか。じゃあ岸美希選手、ここチャンスですね。さあセンターからいってきた、ここもトンですね。軌道で飛んでるんですけど、トリプルを捉えきれてない感じですね。さあナイス切り替えですね。60が合ってないと見るや57を攻める、ナイス切り替え、ナイスチョイスですね。こういう勝負完的なものをね、山田選手に持ってますね。147は19、そして上にもう一本60、決まらず48残り。岸美選手チャンスですね。18からですね。さあトリプル絡めば12ダブル決まる。ブレイクスタート、岸美選手がブレイクスタート。山田選手のね、60決まらないのをしっかりとついて、ブレイクを決めてきました。ナイスダーツです。さあこれで岸壁選手絶好のチャンスですね。さあ是が非でもここはですね、硬いダーツでキープした。なんという痛恨のミス、バットラウンド。さあ山田優希がここを20絡めてきます。1投目から2投目、セブンマークスタート。これは厳しい状況だ。さあセブンマーク、17オープンからの19カット、決まったら18決まる。ビッグラン馬突き、
ークでオーバー。そうですね、山田選手先ほどね放送席に呼んでそういうこと言ってましたね。やばい試合を踏まえて自分が乗っていかないと今日は優勝はできないだろうって言ってましたけどね。さあ加点からのカット、決まる。おバカ、してきました。さあ山田選手は17チョイス、トリプルが絡んで、さあ5マークですね。これで3本15を使います。カラーまずですね。さあ加点からのクロール、オーバーか。トリプルは絡めましたが山田選手乗り切れてません。さあオーバーはしてきましたがインナー絡まず、6本まで持ってきました。インナー、インナー、ナイスファイブ。さあ簡単には勝たせてくれない。みんなが絡んでほしいですね。来た、なかなかしっかりとブル絡めて手こずらしてます。これでワンチャンスはないですね。ないです、ないです。さあサイドにずれてもう一本、ナイス。いやー鬼のようにブル入れてきますね。17が1投目から決まってこないですね。ならずです。インナーから決める3-7フィーバー古いですね、すみません。
もう本当申し訳ございません。今のはもう今のは撤回。撤回。なんなんて怒られますね。ブレイクバック。山田裕貴が1-1と追いつきました。さあそして山田裕貴先行のクリケットへとゲームは移ります。あ、しっかりとコンセントレーション高めて、少し横ずれが多いですね今日の山田選手は。修正していかないとですね、これは厳しいですね。どこかで足元を救われるミスが多いですね山田選手。さあカット決めてきました。18、3本使ったくし引き、ここは山田選手チャンスですね。20トリプル、18トリプル、そして17シングル、セブンマーク。からの15までオープンしてきました。さあ山田選手どういう動きをするのか。ダブルカットですね、ダブルカット、トリプル、20トリプルからのダブルパックカット決めてきました。そして、あまりなし。いや、今日初、言いたかった、ずっと、あまりなし。次のゲームは501、くし引き先行のゲームとなります。さあ左サイド、右サイド、しっかりワンフォーって言ってきました。125点ですね。これは1トリプルですね。83点。さあ山田選手はこのまま60狙います。もう1本ですね。あ、これは60点。くじ引き選手楽になりましたね。60絡む、こういう時にね絡んできますね。そしてもう1本決まらずですね。状態はいいですね山田選手、目標選手ですね。
サイドのね横ずれがちょっと気になりますけどね。あ、153で19から、それで60、18か60ですね。18来ましたね。さあこれは大きく削れば、あ、藤引選手のミスがあればですね、状況一変します。おっと大きく削ってきました。80残り。さあ串引選手102なので、60からブル4214トリプルか、ブル14トリプルチョイスで上がり目がなくなっての6048残り。山田選手これ縦ライン、山田選手最近ダブルアレンジからの20ダブルっていうね、こういうのをやってきますけど、トリプルが来た、決まった。山田裕貴、3回戦進出です。いやー、いい上がりを決めましたね。はい、それではこの後 CM ですかね。